ましてドレポンご紹介いたします。初年度3区が衝撃のセールデビューをした2019年から今年で早くも2年が経ちます。昨年のセレクトセールにおいても最高落札額6000万円、平均額3000万円を超えており、2世代目3区も初年度3区同様に高い評価をいただきました。ここ数年の生産会の動きを見てみますと、競りでダート脂肪馬の産駒が高値で取引されたりですとか、ダート脂肪馬の需要が高くなってきたことを感じます。一方で昨年2020年の総合ダートサイヤーランキングトップ5の脂肪馬を1位からお伝えいたします。サウスビグラス、ゴールダーリュール、ペニーヒューズ、キンシャサの奇跡、パイロと高齢だったり現役を退いた馬たちばかりで、若くて勢いのあるダート脂肪馬の台頭が待たれる現状です。ドレポンはそこに割って入るだけの能力を秘めていると思っております。また歩いている様子からも手先の軽さやしなやかさが伝わるかと思いますが、決してダートだけでなく芝適性もあると思います。感触牝馬の良さを非常に引き出す脂肪馬ですので、配合には困らないと思っております。ただ今年も多くの方々にドレフォンに牝馬を送っていただきたいのは山々なんですけれども、そうは言っても今年のマッチ申し込みはマッチとさせていただいております。申し訳ありません。種付け料はこれまでと変わらず受胎条件300万円となっておりますので、2歳前からぜひ注目していただきたいと思います。以上、ドレフォンでございました。ありがとうございました。